ヒロさん、おはようございます。おはようございます。テレビの収録です。歌うんですか？これがさ、ちょっと合わせ練習しちゃったんだけど、実は歌わないんですよ私。え、今日何やるんですか？初めて司会者です。おお。カラオケバトルっていうさ、はい、すごい人気番組あるでしょ。堺雅章さんとの、ね、MC、審査員じゃないのよ、 MC なんだってすごいね。やってみようと思って。楽しみです。すごい楽しみ。じゃあ今日ちょっとその裏側密着させていただいてもいいですか？本当に、はい、いいよ、硬直してる私をチッケラー絶好調。お願いします。私は作曲家を目指してずっと作曲してました。もう18歳の頃はテレビもあまり見ず、すみません皆さんの褒められているところは中期から低音にかける息の量だと思うんですね、はい、でそれ腰で結んでちゃんと発声してますよね、はい、腰踏ん張ってるじゃないですか、はい、その踏ん張りがあったままそれを思いながら高音を出すというのは至難の技なんですよ。だからすごい大きな課題になると思うんですけれども、逆にそれができたら唯一無二の声になると思うんですね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか、これまであの収録を終えて。なんかね、歌ってる人の気持ちになるとともに、はい、その走馬灯のようにやっぱりちょっとこう音程がちょっとあれってこう練習の時とは違うっていう表情をちょっとするされる時もやっぱりあって、そういうのも全部分かっちゃうから、こうもう私もプレイヤーだから分かっちゃうので、もう分かる、そういう時はさってこうもう一回入れ直してとかいろいろ思うから、もう忙しくて疲れる。忙しい、もう本当にこうすんだよとか言って。点数すごいです。私だって99点なんか取ったことないんですもん。96点とかさ、そんな取れないけど、99点以上で当たり前じゃない、あの世界って。すごいですね、99点から競ってますもん、ね、そう、100点とか出しちゃったりしてさ、レベルが違うね。ロマンスの神様歌いたい子たちは何人かいらっしゃったみたいなんですよ、うん、本当に。ただ難しすぎて点数取れないから、ほらごらん、ほらほら、だから皆さん別の楽曲にチャレンジされたと。よかった、こう大きくそれテロップ出しといてくれるってじゃあ頼むよ、取れないですって。そうだよ、あの曲は取れない、そういうのできてないもん。やりがいがあるよね。やりがいを感じました今日。こんな世界があるの？広瀬香美の YouTube チャンネル。大久保さん、すいません、お忙しいところありがとうございます。TikTok
かすごいいつも見せていただいて面白くて面白くて本当ですか。皆さんに言われてたのでお願いします。何枚か撮ります。はい、チーズ。バッキリです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。本当にどうでしたか。勉強になった。100点の取り方、100点ってもう狙っていくものじゃないっていう、もう100点は当然ぐらいの勢いで習得しとかないと100点と取れないんだっていうことを私は学びました。目指さないです。言われる前に言っときます。目指さないです。初のテレビの MC いかがでしたか的な感想をお伺いしたかったんですが、まさかやっぱり100点歌の方に。ああ、そうか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 。ごめんなさい、 MC してたつもりなかったです。いや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 、はい、本当に素晴らしい子たちがいっぱいでしたね。すごかったね、はい、99点は当たり前、100点で当たり前、勉強になりました。すごいと思います。あの舞台で立派に歌われたことだけでもすごいと思います。ちょっと大人になった時振り返ってみて、ああなんか失敗 したりとか優勝できなかったけれども、やっぱ良かったなって絶対思うと思う。もう私が証明してる。私なんかもうめちゃめちゃ失敗したり、めちゃめちゃ発表会を体験してきて、もうどんだけダメだったか、泣いて泣いて悔しい思いしてみたいな。だけどまあこうしてこうじゃじゃじゃんっていう感じなんで大丈夫です。今日は勉強させていただきました。皆さん本当活躍してください。応援してます。ありがとうございました。収録もお疲れ様でした。ありがとう。